クルマンベクバ・キエフは、キルギスの政治家、大統領、首相などを歴任。1972年、電気工学専攻で、クイブイシェフ工業大学を卒業。軍助隊後、クイブイシェフで、電気工、後に、電気技師として働いた。キルギスタンに戻り、ジャラルアバドで技師として出世し、1985年、国安学士のプロフィール工場長となった。 1990年から1991年、共産党市委員会第一初期、国ンガル市会議議長。1991年から1991年、ジャラルアバド州人民大議員会議副議長。1992年から1994年、トグストロース地区行政府を率いる。1994年から1995年、 キルギス共和国国有財産基金副総裁。1995年から1997年、ジャラルアバド州国家行政府第一副長官、長官。1997年から2000年、チュイ州国家行政府長官、チュイ州知事。2000年12月から2002年5月22日まで、キルギス首相だった。5人が死亡し、80人が負傷したジャラルアバド州での、 暴動後、解任された。2002年10月、バキエフは、議員に選出された。2003年2月、中道大議員グループ、キルギスタンの地域に加わった。2004年から、キルギスタン人民運動を率いている。2005年3月、チューリップ革命で、アスカルアカエフが、国外逃亡したことを受けて、キルギス共和国大統領代行、首相に指名される。 2007年11月14日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、福田康夫と2005年7月、キルギス大統領選挙で圧勝し、大統領に就任する。2007年10月、輝く道党執行委員会議長に選出。2010年4月、バキエフ大統領の退陣を求めるデモ隊に対して、警官隊が発砲し、首都ビシュケクは、騒乱状態に。 各メディアは、バキエフがビシュケクから脱出し、元外相のローザオトゥーンバイバが自らを代表とする、暫定政府が発足したと宣言。政権が事実上崩壊した後も、大統領の辞任は拒否していたが、4月15日に、キルギスから脱出し、事実上、ベラルーシへ亡命。辞表に署名したとも伝えられる。詳しくは2010年キルギス騒乱を参照。ジャラルアバド州。 スザク地区マサダ村出身。七人兄弟の長男。兄弟の中では、四男のジャヌイベクが国家警護庁長官。少々、五男のマラートが中毒大使。最大、二次を有する。息子のマラートは国家保安庁の課長、中佐。次男のマクシムは2009年から政権中枢入りし、一時は父親の後継者と目された。2010年に、 イギリスへ亡命を求めるものの、2012年ロンドン市内で逮捕されているチューリップ革命の騎手の息子が逮捕色まみれの王子の結末は産 k ニュ<ッ>ース http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jpmsn.com ワールドニュース 121027ehappy12 兆1027 10億701万 n1 HTM2012 年11月25日、閲覧。ありがとうございます。